海外投資のリスクヘッジについてご質問いただきました。株の組み合わせ、債券の組み合わせ、あと株と、まあ、不動産ですね、株式と不動産という組み合わせなんですけども、まあ、リスクヘッジのために当然分散というのをするんですけども、まあ、海外投資の場合はですね、例えばその優秀なインデックス投資を利用することで自動的に分散リスクヘッジができるということですね。で、まあ、リスクヘッジにもいろいろあるんですけども、場所の分散、通貨の分散、あとまあ投資の種類の分散ということですよね。まあ、とにかくリスクヘッジのために、分散をする。そして海外、日本での海外を選ぶのもリスクヘッジのため、で長期でやっていくのもリスクヘッジ、長期的なリスクヘッジのためですね。上下があっても長期的には右肩上がりでいくという、例えば SP500 のインデックス投資なんか見ると過去20年とにかく右肩上がり、まあ、これに沿っていくというのが鉄板ですね。フィリピンのですね、移住したい方からの